さあ、はい。ということで、ね、皆さん、こちらご覧ください。リバープールスカットでございます。はい。なんとですね、携帯を整理していただらですね、あの、フォルダの中をね、あの、2ヶ月ぐらい前にね、これだ撮った動画なんですけど、えっ、ー、とね、なんか放置されてたので、今日はですね、えー、ちょっと見ながら、えー、実況していこうということでございますと。はい。えー、試合がね、始まりますね。 そうリバプールスカット使ってるということは、えー、その2ヶ月ぐらい前に、ねえー、ディビジョン3にね、えーあのー、小学した時なんですね、リバプールスカットでやってたので、その時なので、多分その時の動画だろうと。さあ、始まりました。はい、前半、相手ボールからイニエスタ、まずボールを持。そう、これ見て分かる通り、えー、ちょっとね、中を切りながら外に誘導すると。そういうことです。 カディス・ジョーンズミルナーと繋いではいチアゴいいですねあそこ前を向くべきではなかったとはいチアゴでちょっとボールを保持しながらおっとここで出すフィルミーノはい入っていくんですねはい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 いいんじゃないですか先制点取りましたよさあまず1対0 から相手はどうね攻めてくるのか、えー、変わらず中を切るというのは変わらずねはい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 、はい、でちょっとパスをね繋いでいきながらやっぱね綺麗にねパスでこう崩してはいあのなんだろうサイドからねちょっと低いクロス入れてドーンみたいなねあっさああるあるですね今のもねはいやっぱねパスミスがね やっぱ多いときはやっぱ多いんですよね。あれはまあしょうがないんですけど。さあ、エムバペがボールを持ちましたと。このね、くさびのね、パス入ったときは難しいんですよね、守備。でも、外、出すアンスパティが、ああ、はいはいはい。<laughs> 失礼いたしました。やっぱね、あそこのね、なんだろう。なんか足裏とか使ってね、こう切り返す。 ことをね多分したかったんでしょうけど、ああなっちゃうんですよね。あれもうしょうがないですよね。僕もあれねめっちゃなります。はい。いい感じになんかこう普通に後ろに切り返してないのって思うんですけど、なんか変なことするんですよね。うんそこら辺の操作性もねちょっとえー、直していただきたいところではございますけど、えー、まあ、ちょっと我慢しながら、まあ、なんとかねやっていきましょうよっていう話です。はい。ごめんなさいね。 さあ、アリッソン。最近ちょっとね、僕、リバプールの試合見れてないんですけど、どうなんでしょう。今はもうね、ずっとアーセナルの試合見てるんでね、もう大好きなんで、トロサールさんでね、この前デビューしましたね。よくぞ来てくれましたと、ツイッターにもツイートしましたけど。<laughs> さあ、ミルナ、からジョーズ。僕ね、カーティス・ジョーンズ好きなんですよね。うーん、ちょっと惜しい。<laughs> さあくさびごめんなさいねああ今のもね取れたここもゆっくりつなぎながらはい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 、うん、さあこここの狭い局面どう打開するそうですパスーなんですねパスー使えちゃうんですよおーしでこぼれチアゴ拾った おっと、これも、ワタワンツー。シュートは、こう、こう、転がって。はい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 。さあ、ここもなんとかね、俺をホジそこへ出る。う、え、ぅ、ー、イーンイーンってなんだろうね。はいはいはい。ごめんなさい。でも良かったんじゃないですか、今の崩し。うん、取れない、足、足しても。さあ、ここうん。このスピードでね、はい、中入られちゃうんですよね。 うーんこの足入るのはね、しょうがないもん。うー、危ない。誰これ <laughs> トーレスですね。はい。トーレスね、ムキムキになりましたね。そんな話はどうでもいいか。まあ、そんなわけで、はい僕ね、ゴールキックはね、絶対ね、パスでつなぎますね。はい、蹴ったとしても勝てないんで、競り合い絶対。さあ、ハーフタイム。はい、今、まあこんな感じですね。はい、はい、はい。さあ。 じゃあこのままね後半の方行ってまいりましょうさあというわけで後半レッツゴーさあねーここはですねちょっとまあもう1点ねちょっと早い段階で取れればいいんですけどねどこを見てるんでしょうか僕は今相当ひどかったです今のパスちゃんとね下のマップをね見るの本当大事ですねはい その癖をね、あの僕もつけれるように日々ね、あのリーグリーグ戦やりながらね、ちょっと練習してるんですけど、やばい。ああ、よかったですね、よかったですね。さあ、ここから、ちょった。うーん、今ね、縦に入力したけど、うーんなかなかうまくいかないと。えっ、来たんじゃないこれ <laughs> いやー下手くそすぎるねーうーんさすがにあー届かないさすがに下手くそで出るよねうんこれも入ったんじゃんあ大丈夫ですねはいあー届かなーいはーい失点しましたいやーやっぱねマッチアップねうん使うタイミングですよねうーんやっぱ足短くて届かないですもんねみんなうんしょうがないけどね これはしょうがないんですけど足短いのは骨格の問題なんで、はい、あとは使うタイミングこれを間違えなければね、えー、うまいこといくんじゃないかと、まあ、切り替えて切り替えて切り替えてムバッペね立てくるでしょどうせ来なかった、まあね、まず一番はね盾を警戒するム、うん、バッペの場合それでいいと思う 皆さん、やっぱムーバップ使うとね、やっぱ縦行きたくなるんじゃないですかドリブルとかでね。ああトラップの方向が良くない。うん。出る。うん、出た。ただ、えー、足速すぎて、えー、誰も追いつけない。で、結局、中でパスを入れる。ダイトタ。 さあ、ここから、カウンターに行きたいね。パソコンでするよね。はい。いい。立て。サラが、サラがドリブル。はい。一人で、一人で、ドリブル。あ、打ってきた。えい、ー、し。やばくないやばくないですか今の。おっと、ここで。選手交代。ヌニエス、どうしようかな。ああう、 ヌニエスおおーちょっとあ下がるなるほどなるほどもっと攻めていこうとうーんえちょっと今の結構スーパーゴールじゃないですかで僕あの皆さん過去のね動画見てもらうと分かるんですけど僕ああいうゴールねちょいちょい結構決めます普通に結構決めちゃうんですよ僕ああいうのあの 誰だっけ、まあ、デンブレとかあのバルサのねとかあのソン・フーミンとかね使って僕結構決めちゃうんでああいうのそれは無茶それは無理があるねわっと初めて足が届いたそう皆さん過去の動画ねあの僕は声出しを解禁する前の動画なんですけどあのね是非見ていただきたいあのー、本当にねあのスーパーゴールが意外と多いはいそれだけは言えますね うーん、惜しい。そう、スーパーゴールが多いんで、それだけはね、見てほしいかな。終わりですね、ここで多分。うん。終わんないの終わらないのやばくないうわー、よかったね、バスレれてね。うーん、よかった。はい、2-1で勝ちました。結果2-1です。はい。さあ、皆さんどうでしょうか今日はアテレコでした。アフレコ でした次はねちょっとあのスカットをね次回使うんで皆さん絶対に見に来てねというわけではいちょっとねトッポをさっき買ってきたんで2袋、はい、それだけ食べて、えー、ちょっと今お昼なんでねはいそのあちょっと用事あるんで外出したいと思いますはいじゃあまあねー